ちょっと、なんで普通に見せてくんのよ。さっさと切りなさいよ。いきなり配信始まった。なんかいつもと雰囲気違う。オフモードですか、ヨハネ様。どこが喜んでるのよ。戸惑ってるじゃない。ヨハネ様の大事な場所は私たちにとっても大事な場所です。学校やアクアが大好きなヨハネ様のこと、私も大好きです。いい人すぎる。感動しました。ヨハネ大天使様。うるさい！天使じゃない！とっくに天界のことは見限ってるのよ！ヨハネ様の大事な場所は、私たちにとっても大事な場所です。学校やアクアが大好きなヨハネ様のこと、私も大好きです。泣いてない！ちょっと、こっち見るな！思わぬ形で言葉を届けることになってしまったわね、全国のリトルデーモンたち。あなたたちも聞いた通り、ここはヨハネにとってかけがえのない場所。人間界での活動のために確保した拠点の中でも特に重要なものの一つよ。今後もこの場所から人間界の征服を進めていくわ。全世界打点の日は近い。心して待て、眷属たちよ。以上。いいのよ。ああ、焦ったわ。それにしても、うっかり生配信しちゃうなんて本当にありえないんだけど。あなた、何年ヨハネのそばに仕えてるのよ。まあ、今回は悪いことばかりじゃなかったから、多めに見てあげるわ。コメントで、私が大事な場所は自分も大事だっていうのあったでしょ？あと、学校やアクアが好きな私が好き、とか、他にもたくさん。好きなら好きなままでいていい。真正面から私を認めてくれたのはアクアのみんなだった。だから、みんなの前なら、好きなものは好きって、素直に言えた。みんなの前くらいでしか言えない。そんな風にも思ってたわ。でも、違ったわね。アクア以外にも、私の好きなものを受け入れてくれる人はいたんだわ。あんなにたくさん。それを知ることができて、嬉しかったのよ。ありがとう。とはいえ、今回のことが失態であることには変わりないわ。二度と繰り返さないようにね、リトルデーモン。